ラジオンパレード。Bye.
顔出して、もう大声すぎてマイク入ってた。今日はゲストをお呼びしました。お、誰ですか？元祖同期ユニット、同期っていうかわかんないですけど、カピオさんでーす。どうも。どうもこんにちは。今日はライブが一緒でしたね。そうなんです。そう、はい、はい。今日お揃いの衣装で。そうでーす。可愛い。可愛い。可愛い。ここがちょっとなんか広げるようになってるのが可愛い。そう。いいですね。やっぱりディエルやってましたね。あ、そうです。最近やるときの時ですか？そう、そんなやってないから3回ぐらいの時やらせてもらってます。なんか嬉しいよな。うん、嬉しい。めちゃくちゃよかった、テキ持たれてないんですか？めちゃ持たれてない、めちゃ持たれてない。こっちも負けてない、ね、そうそうそう、負けてないけど間違ってない。でも分かるやろ、めっちゃ難しい、めっちゃ間違ってるようなところも引き継ぐって全部ね、カバーしてくれる。いやでもいつか4人でしたくない？確かに、本当は3人したい。え、そう、3人はしたことあるんやけど、なんそうそう、3人言うとカピオンで、やりたい、やりたい、そろそろかもしれない。ユニットも分からない、すごい楽しみ。じゃあそれを楽しみにしてますね。はい、元祖ユニットカピオンでした。本日は大喜利バスケットコートに来ております。今日はあの撮影会とあのみんなでバスケをしようっていうオフ会みたいなのがありまして、なんか私らが最近出させていただいてるその大喜利コーヒーのライブの、うん、と一緒のやつなのかな、うん、大喜利バスケットコートっていうところがサンホールの近くにあるんで、そこに来てます。あー、でもすごいさ、外装やばい。アメリカポップみたいなやつ。めっちゃアメリカなんやな。入ってる人がもう確かにうまそう。うまそうな人。しかもさ、上から見たら絵になってる。中付けのゴールの。すごい。みんなバスケット経験はないです。ない。でも、でもだよ。でもちょっとしかない。小学生の頃だから、もう何年、何年も経ってしまっているって感じで。なんかバスケのゲームでさ、めっちゃシュートしてたやん。あー、ゲーセンとかにあるやつな。同じチームになりたい。なんかやないやん。なんか楽しい。でも今日はダンク禁止なんです。そう。ダブルドリブルみたいな。あ、いや、違う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 
はようございます。おはようございます。はい、ということで本日はパジャマ公演です。パジャマ公演いいみだったね。眠いずちゃん、眠いずちゃんで、みんなでパジャマを着ました。もうみんなモコモコで可愛い冬仕様やね。じゃあ一人ずつちょっと紹介をどうぞ。軽くリンさんねこれを前に出た方がいい。いいよ。失礼します。イエーイ、クロミちゃんです。もう見ればわかる。そう、柄やな、クロミちゃん。うん、最高。何いるかわからへん。そういうわ。やばい、一緒に触って。早くで、髪の毛にもついてます。なんか昔、普通につけてたけど最近はつけてなかったから。え、思った。昔は普通の衣装にさ、クロミちゃんつけてた。そう、やから、まあ懐かしいなって思ってつけました。以上です。え、それつけるわ。私家やったらつけてる。一応前髪ちょっとつかへん。前目の前目のじゃーん。シノはこれです。ハチワレちゃんのパジャマです。これマジであったかくて、なんか来た瞬間からあったかい。すげー。前目のは前目のは前目のは好きね。これがカムラね。あ、これかわいいね。猫ちゃん、かわいい。かわいいはい。うさみはうさぎちゃんです。しかもめっちゃ長い。ハリミミウサギや。そう、なんか紫色のうさぎのパジャマってすごいくないですか。海うさみな。そう、なんかうさみのか、うさみが買えって言われてるやこれはと思って買いました。元々のまあシンプルなんですけど紫色のうさぎっていう感じです。私、私はちいかわのうさぎさん。うさぎ、くだぶりさん。これはな、かわいい。ぴょんぴょん。ちっちゃい。なんか鳥の立ち耳が違う。立ち耳めっちゃペコペコしてる。かわいい。真似して。それがうさぎの、うさぎ知らんのよ。ちっちゃい。こっちかわいい。ちいかわの勉強します。かわいい。なんかフードが続いてますけど、私はフードが許せないのでフードじゃないです。めっちゃシンプル。しましま、うん、かわいい。かわいいです。ガチ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 。質問コーナー。はい、今回もたくさんの質問いただいているので答えていきたいと思います。はい、はい、まず一つ目の質問はのりりんさんからです。ありがとうございます。好きな飲み物は何ですか。おい、好きな飲み物は、うん、オッケー。え、どこでどこでも、え、どこでも、まあ、オールとは、普段よく飲む感じでいっちゃう。そうか、はい、また。せーの。ちょうど返し、ちょうど返し、一回言ってるよ。分かるわけじゃん。せーの。ビャクリン。なんて言ったでもな方がいい。ミユがルピザちゃん。ルピザちゃん。ルピザちゃん。声が通るから。すげー。ルピザが好きです。あルピザ。何言ってた。ああ、つぶつぶいかんって言いました。なんかこれテラスに置いてるんで、毎週飲んでるんで、なんかめっちゃ長いの言ってなかった。なんか、うん、びっくりドンキーのいちごミルク。ああ知ってた。私はぼっちゃってたから、このぼっちゃって思った。じゃあ言ってたんだって。ぼっちゃです。ぼっちゃ。私はカフェオレです。ああ、イメージあるわ。甘いコーヒー、いつもテラスに持ってきてるもん。確かに毎日なんで。おちゃん好きなんや。おちゃんカフェにめっちゃ面白い。シャーッとシャーッと。はい、じゃあ次の質問です。ラジオネームゆっきんさんからの質問です。ありがとうございます。最近気になったニュースありますか。僕はサッカーがキャンプ始まったんで、開幕までいろいろ情報を調べて楽しみにしてます。へぇ、ニュースか。見ないから。めっちゃ就活みたいな。そうやん。気になったニュース。最近気になったニュースありますか。ニュースいい道じゃ問題や。そう、あの面接で聞くことなくなったら聞かれるやつやから。最近気になったニュース特にないな。ニュース見えへんから。なんかうさみいつもさ、ツイッターでニュース見んやんか。あ、そうだから、ツイッターに流れてくるよう
なニュースは知ってるけど、うん、そうじゃないニュースは知らん。この前のテレビでニュース聞いてたけど、なんかちょっと怖いニュースばっかあったからさ、わかる、そう、あんま言わん方がいいかなって感じ。あ、ある最近気になったニュース、パンダが中国に帰った。あ、やばい、寝てる写真みたいな機内の過ごし方だから中国に帰るみたいな、そんなんばっかりって言うな。なんかさ、どこのやっけ、あのそっちじゃない方のパンダも帰ったくない？なんで？帰るのか、白浜じゃない？そこかもしれない。今最近のは上野かなんかのパンダでしょ、シャンシャンみたいな、そう、パンダめっちゃ帰るやんって思って、寂しいね。また来てくれるかな、すごいな、パンダのくせに飛行機乗れるってな。他の動物あんま飛行機乗らないし、確かに。平和やな。はい、続いての質問はラジオネームてるさんからです。ありがとうございます。スマホでよく推しの写真を壁紙にしますが、うんうん、皆さんはどんな壁紙にしているのでしょうか。うん、自分は毎年近くの公園、なんだっけ、宿川、宿川の桜を撮影して壁紙にしています。本当は推しちゃんにしたいのですが、しないよ、結婚生してればいいやん、ちっちゃい、確かに、めっちゃいいよ、宿川済みのヒルさんでした。バレた、バレた、バレた。ちなみに私は推し面にしてる、めっちゃ、しかも携帯のロック画面が推し面やし、裏に推し面のチキ挟んでるから、どっちも推し面、同じ子、同じ子、イオンちゃんっていう子が、私はロックが2次元の、推し2次元の推しで、開いたら3次元の推しになる。裏もなんか挟まってる、裏もそう、別の2次元、そう、浮気者です、この人。ミユは、推しをミユが、推しもミユもしたいやん。いやでも変わったから、 DD 感とかみたいに DD じゃないんで、あのロック画面もあのテンスラのあーリブルか、そう、あの開いてもその推しだから、あーそうなんや、いっときやばい、いっときあの幸運が訪れる、おじさん、おじさん、何も後悔られんかった、ちょっと怖くなってやるんだよ、怖かったよ、それ見てて、白黒の写真だね、寝起きで見たら怖いからさ、本当にその前はだってさ、なんかさ筋トレするみたいなさ、メモやった、メモしてた、足ばっか遊んで足ばっか書いてた、変なやつしか壁紙にしないから、いや落ち着いた、まともになった、まともになった、いや私はなんかおしゃれがいいね、だからほんまに誰かわからんモデルさん、広いが広いが、雰囲気がさいい感じの、なんかほんまに誰かわからへんモデルさんのやつの拾い顔をベッて撮って、誰か怒らないけど、顔な、名前も知らない、顔も名前も知らない、女の子みたいなとかしてます。私はなんか最近好きな猫のキャラクター、猫のキャラクター、なんか猫です、サメニャン、あ、そう、サメニャンのなんか猫、ロック画面か、うん、中も、あ、本当だ、それも一途の方が、中の記憶全くないんだけど、中の写真分からへん、分からへん、広いから広いから広いから何も分からない。はい、次の質問は、じゃあでも大江さんから質問です。ありがとうございます。オムライスは好きですか。うん、どういうこと以上。じゃあこれもせーの、せーの、好き、全員なんか一人言ったか、大好き、あー裏切り者、あー裏切り者。じゃあ最後ね、ラジオネームは恋するうなぎちゃん、理想の兄弟姉妹構成はありますか。一人っ子、三人兄弟、双子など。あ、うん、え、あるの、ある、妹が今一人おるけど、弟も欲しかった、お姉ちゃんがいいから、あ、3分の1がよかったってことか、うん、ある、どうしよう、2人で上が欲しかった、あ、自分が自分が上だから、あ、そうそうそう、どっちがいい、女男、お兄ちゃんかお姉ちゃんかって、別にどっちでもいいけど、あ、まあ、上が欲しかった、女かな、女、お姉ちゃん、お姉ちゃんから、
リンカは？リンもなんか上が欲しかったかなって思う。リンカ三姉妹と言っちゃうやもん。そうやねんな、うん、まあテンパレでは下やから。あー妹、うん、いっぱいお姉ちゃんがおるみたいな。いっぱいお姉ちゃんいるわ。一番頼りになるもん持ってるけどな。はい、は私はずっと言ってるけどお兄ちゃんが欲しくて、うん、なんか今自分と妹なんですよけど、うん、女兄弟やか、うん、女兄弟も体験しててあんまり仲良くないなって思ってるっていうその体験があって、まあ別に男女兄弟でも仲良くなってるとは思わへんけど、うん、ただなんかまあ違うのを体験してみたいっていう面でも妹とお兄ちゃんってまあ対局やん、うん、それがいいかなと思って真ん中やな、うん、でも 3人以上兄弟にはなりたくないねん、なんか親からへの愛情がさ分散していくやん。理想だから、まあ、2人がいいかなみたいな。2人は重すぎるし。あ得意ないな。うん、末っ子でよかったって思って。先輩ゆりとも上持ちやもんな。そうやんな。みんなだってな。みんな下から。今のままで満足？うん。お姉ちゃんが満足。はい。ということで。今回も質問ありがとうございました。質問募集してますので、よかったらコメントでも紙でも何でも待ってます。以上、質問コーナーでした。